一日頑張ったらもうヘトヘト、自炊する時間がない、ついつい今日もコンビニのお世話に、はあ、またリバウンド、太るって分かっているのについつい甘いものを買って食べてしまう、なんてことないですか？このままだと嫌ですよね。一日も早くダイエット卒業していきましょう。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエットなかなかできない、続かない、その気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践している忙しい日の食事のメニューがわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマは忙しい日のコンビニ食メニューです。話の流れはこちらです。1、なぜ痩せるの、その理由ポイントと、2、自炊する時間がない時におすすめの痩せるコンビニ食メニュー、詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのコンビニ食メニューで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイント3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整う材料だからなんですね。とっても大事です。健康的で綺麗に痩せたいのなら、前提があなたの腸内環境が整っているかどうかなんですよ。なぜかというと、腸内環境悪い方、要するにデブ菌と呼ばれる悪玉菌がたくさん住み着いてしまっている方は、いくら運動を頑張ってもお食事の量を減らしたとしても根本的な痩せ体質に生まれ変わることができないからなんですね。では逆に美味しく食べながらどうやって健康的で綺麗に痩せることができるのか。それは痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やしてあげる、そして元気に育ててあげる、そしていつもあなたの腸内に住み着いてもらえる環境を作ってあげること、これがとっても大事なんですね。そうすると食べても痩せ体質ですから、しっかりと栄養消化吸収できて、痩せるために必要な痩せホルモンを作ることができるんですね。そして結果代謝も上がるわけです。では2つ目のポイントは無添加だからなんです。これすっごく大事ですよ。どんなにダイエッターの方が良いと思っているねおすすめの食品であったとしても、味付けとか材料に添加物たっぷり入った、例えばサラダチキンとかありますね。ああいったのって本当に調味料かっこアミノ酸等と書いてあるような添加物いっぱい入ってます。 pH 調整剤、保存剤、香料とかですね、そういったのをわざわざ入っているのを買わないでくださいねってことなんです。いくらもちろんタンパク質が取れたとしても材料が悪すぎる、わざわざお金を払ってそのような余計なものが入っているのを買うのはやめてくださいね。なぜかというと、そういったものを取り続けると腸が疲れちゃう、肝臓もそうです、臓器が疲れてしまうんですね。もうとにかく分解するのが非常に時間がかかってしまって、はっはってこう息切れするわけですよ。そうすると結局あなたはこれがいいって思って食べているのにもかかわらず、もう食べても食べても消化吸収できずに、結果栄養不足になってるんですよ。そうするとどういうことが起きるのか、大変なことになります。なぜかというと栄養が取れていないわけです。そうすると痩せるために必要なホルモンを作ることができなくなってしまう、結果どん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 太ってしまうわけです。ここをしっかりとリセットするためには、とにかく無添加のものをしっかり選んでいきましょうね。なので買う前にしっかり原材料名を裏ねチェックしていただいて、そういった余計な化学調味料とか人工甘味料とか、こうそういったね余計なものがないものを選ぶ目をつけていきましょう。では痩せるポイント3つ目はこちら、栄養バランスがいいからなんですね。どんなにダイエットにいいと聞いたからといってそればっかり食べてはダメですよ。そんなことをしてしまってはお体のバランス崩してしまう、結果あなたの内臓がちゃんと本来の働きをしてくれなくなってしまうわけですから、代謝も落ちるし不健康な痩せ方になってしまいますよね。いかがですか？女性であれば特に痩せたとしてもシワシワでね、パッサパサの髪の毛とか爪とか嫌じゃないですか。いつでもキラキラツヤがあるようなね状態を作っていくためには栄養バランスが大事になるんです。では2つ目の項目です。自炊する時間がない時のおすすめ痩せるコンビニ食メニューお伝えします。4つあります。まず1つ目はこちらです。
セブンイレブンの国産もち麦使用もち麦ご飯になります。こちらがですね、この1パックあたり 150g 入っています。でカロリーが 204.5kcal、 そしてタンパク質が 3.9g、 食物繊維が 2.6g 含まれています。痩せるポイントはこのもち麦が入っていることなんですね。食物繊維がとっても豊富で、しかも血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるんですね。そして食物繊維というのは食欲も抑えてくれる効果があるんですよ。そして次に痩せる食べ方なんですけれども、お食事メニューの時にいろいろおかずを食べた後、一番最後にこういった炭水化物系を取られると丸です。そうすることで血糖値の急上昇をさらに抑える効果がアップします。そして一口あたり50から100回ぐらいよくよく噛んで召し上がってください。では2つ目はこちらです。セブンイレブンのふっくら香ばしい小餅焼きししゃもになります。1パックあたりね、5ですね、5匹入ってるんですけれども、1食、まあ、これですね、たったの80キロカロリーなんです。そして裏を見てみますと、ここタンパク質が 12.2g、 食物繊維が 0.5g 含まれていて、こちらも完全無添加になります。そして次に痩せるポイントなんですけれども、とにかく高タンパクで低脂質、カルシウムもしっかり取れますね。また魚に含まれる油はダイエット向きなので安心して召し上がってください。では次に痩せる食べ方ポイントになるんですけども、まずはね、1パック5入ってますから、一度に5よりも、まあ、大体バランスを見ていただいて3とかね、量も加減されるといいと思います。では3つ目はこちらです。セブンイレブンのふっくらと炊き上げたひじき煮になります。こちら1袋 70g あたりカロリーがたったの 64kcal になります。そして裏を見ますと、タンパク質が豊富 3.3g、 食物繊維が 2.8g 取れます。次に痩せるポイントなんですけども、なんといってもひじきはね、海藻です。そしてね、お野菜も入ってます。人参とかね、ごぼう、れんこん、油揚げも入ってますね。こういったやっぱりバランス良いものプラス海藻を摂ることで、しっかりと血糖値の急上昇をここでも抑えていく、そして止まらない食欲も抑えてくれるのがタンパク質と食物繊維ですから、これをセットでね、摂っていきましょうね。そして次に痩せる食べ方ポイントは、やはり冷蔵庫でキンキンに冷やした状態をすぐ召し上がるのではなくって、ちょっと常温に戻していただくか、ちょっと温めて食べてくださいね。冷たいものをね、急に食べてしまいますと腸が冷える、そして結果代謝が下がってしまって逆効果になりますので、気をつけてくださいね。そして最後4つ目はこちらです。セブンイレブンの宮崎県産大根使用の切り干し大根煮になります。1袋あたり 70g、 そしてカロリーがたったの 37kcal です。そして裏を見ますと、タンパク質も取れます 1.5g、 食物繊維が 2.0g ということで、これ何がおすすめかってですね、生の大根ではなくって切り干し大根だからなんです。なので、まあ、ここから痩せるポイントなんですけれども、まあ、どうせお野菜を召し上がるなら、こういった乾き物ですね、干し芋とか干しれんことかね、干し椎茸とか、結局天日干しされた食材の方が同じ量を食べたとしても栄養価がもう何倍も高くなるんですね。コスパがいいわけです。ですからせっかくでしたら、何か一品食べるときはこういった天日干しされたようなものを取り入れますと、少量でも栄養価がそれだけ高くなってますから、ぜひ一品二品トッピングでね、つけてみてください。そして次に痩せる食べ方ポイントなんですけども、この原材料名見てみますと、ちょっとお砂糖のね、入ってる量が早い順番だからちょっと多めなんですね。なのでこれ1袋いきなり全部召し上がるっていうよりも、2回に分けて、例えば今日食べたら明日のお弁当に入れてみるとか、朝ごはんにしてみるとか、ちょっとね、一気に食べると糖分としては高めなので気をつけていきましょうね。今お伝えした
自炊するお時間がない時にパパッとね食べれる痩せるコンビニ食メニューなんですけども、トータルのカロリーたったの 385.5 キロカロリーしかないんです。またダイエットに必要な栄養素タンパク質が 20.9 グラム取れます。そして食欲を抑える効果が高い食物繊維が 7.9 グラム取れます。そして一つだけ残念だったのがコンビニ、今回はセブンイレブンさんに行ったんですけども、汁物ですね、お味噌汁系フリーズドライタイプとカップタイプどちらを私が見る限りどこを見ても添加物なしがなかった。もうこれすごく残念です。なんとかしてほしいなって思います。原材料名ですね、調味料カッコアミノ酸等って全部入ってた、一つ残らず、これはダメです。なので私は買わないです。なのでこういった今お伝えしたコンビニ食4選ですねにプラスご自分で作った無添加のお味噌をちょっと足す、そうすると例えばお豆腐とわかめのお味噌汁1杯でだいたいカロリーが50キロカロリーいかないくらいなんですね。なので先ほどのメニューに汁物を足したとしてももうたったの400キロちょっとオーバーぐらいです。もうこれは低カロリーなのに高タンパクで栄養バランスも良くって食物繊維もたっぷり、めちゃくちゃ腸活メニュー、しかも全部無添加ですから、ぜひあなたもね忙しいってもう今日作る時間ない食材ないって時はこんなコンビニ食の力も借りてみてはいかがですか。そして私の場合は今お伝えしたコンビニ食のメニューを一度に全部食べるようなことはあんまりしないです。なぜかというとちょっと量が多いからなんですね、特にお米です。なのでもしあなたが目標体重になりたいっていう設定があるとしたら、やはりそれまではご飯、お米は特に夜ご飯はねお休みして、あのおかずをしっかり召し上がっていただいてもいいと思うんですよ。さあいかがでしたか。今回は忙しい日におすすめのコンビニ食メニューお伝えしました。お役に立てればとっても嬉しいです。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録またコメントいただけますともとっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。